リス・アラマン・リス・アラマンは、デンマークの粥にした米を用いたデザート。多くのデンマークの家庭では、伝統的に、クリスマスイブに食されている。フランス語で、アーモンド入りライスのイダが、フランスではあまり食されていない。リス・アラマンは1900年頃から、ブルジョワ階級の家庭で、ライスプディングの代わりに、クリスマスにチェリーソースをかけたブランチとして食され、始めた。 それ以前のデンマークでは輸入された米とシナモンは高級品であった。第二次世界大戦中の配給期間にはリスアラマンはデンマークのクリスマスで最も人気のデザートになった。当時は米とシナモンが不足しているため主婦はホイップクリームや代替品を追加することで節約して作っていた。リスアラマンにはアーモンドが一粒入っている。 しかし当時はアーモンドが不足しており、アーモンドなしではリス・アラマンを作れないと考えている人々も多かったが、アーモンドをボタンで置き換える作る人々もいた。アーモンドの贈り物の伝統は16世紀のフランスの習慣に由来すると考えられている。高原説に食されるガレット・デ・ロワにはフェーベという小さな陶器の人形が入っており、その風習に近い。 アーモンドが入ったリスアラマンを食したものはアーモンドの贈り物を手に入れることができる。デンマークでアーモンドの贈り物がいつから始まったのかは不明だが、ソラマメがアーモンドにガレット・デ・ロアがライスプディングに置き換わったのは1800年頃と考えられている。リスアラマンは米、牛乳、砂糖、バニラ、ホイップクリーム、アーモンドを用いて作られる。まず、 牛乳と米を調理して、上にする。冷めたら、ホイップクリームと細かく砕いたアーモンドを混ぜ、砂糖とバニラで味を整える。料理には、チェリーソースがついている。デンマークにおける、クリスマスの伝統に従って、丸ごとのアーモンドを一粒だけ入れる。アーモンドを食した人は、アーモンドの贈り物を手に入れることができる。多くのデンマークの家庭では、マジパン。 またはチョコレートでできた豚や本、漫画がアーモンドの贈り物とされる。スウェーデンでは米としてマルタ米を用い、チェリーソースの代わりにマンダリンオレンジの瓶詰めが用いられており、オレンジライスと呼ばれている。アーモンドの贈り物もデンマークのものとは異なり、スウェーデンではアーモンドを受け取った人は1年以内に結婚を求めるという伝統がある。ありがとうございます。